ショータイム。二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、聞いてくださいよ。はい。あの、まあ、エニアグラムの動画を上げ続け、200本近く。で、まあ、スタートはタイプ6だった。で、ある時、タイプ3と言われ、そうなのかななんて思い出し、まあ、瞑想が始まるんですけども、そもそも、スタート、もう始めやった時にタイプ7だって思って、あ違う違う5だって思って、で6って言われて6だってなって、でそこからはなんかそのこのタイプが分かりませんなんて来ると、そんな分かんないことなんてあるんですねなんて言いながら、では難しいですよねとか言いながら話をしていたんですけども、君さんよって言われてから、自分も、はあ、確かに、わからないねってなって、で、昨日ですよ。まあ、エニアグラムって、そもそも欠けてるものじゃないですか。欠けたところがタイプで、そこをどう補おうとしてるか。っていう、肝ってここですよね。肝ってここだなっていうのがあるのを、あります、はい、置いときますね、上げつつ、はいはい、でテストをもう一回やってみようと思ったんですよ。でテストをやろうと思って、まあ、あるサイトのエニアグラム診断で第1問目、私はこれまで、まあ、2択なんですね、選びましょうって。で2択、私はこれまでロマンティックで創造性豊かだったっていうのと、実際的で現実的だったっていう二択が一問目で来たんですね。で、この時に、俺どっちだってなったんですよ。もうタイプがっていうよりも、もうこの問題、どっちだ問題でつまずいたんですね。俺これどっちだって分かんなくなったんですよ。で、実際的で現実的だったってやろうとしたときに、今の僕はこの行動って実際的で現実的だったかって思うんですね。もう分かんないんですよ。隊長、これこの問題どうと答えます？僕もロマンティックで創造性豊かだったか、実際的で現実的だった、どっちですか？僕もなんかさっと選ぶとすると実際的かなって思うんですけど、はい、考えるとロマンチックな部分も全然普通にあって、そうですね、僕は宇宙興味ないですからね、っていうなんか宇宙の神秘とか、そういうなんかロマンみたいなことを考えたりするので、はい、どっちも、ま、悩みます。そうなんでよくあの我々の動画で、僕がスピってて隊長スピってないなんて話で、で要は引き寄せの法則、で隊長は結構引き寄せの法則に対して寛容じゃないですか。寛容ですよ。寛容っていうか要はあるかもしれない、科学的に、僕は何て言うんだろう、科学的にあるわけねえよって思ってるんですね、ただそうだったらいいなって願ってる部分、僕は科学的にもあるかもしれない。なんでこれってどっちがロマンティックですかって話なんですよ。そう、はい、だから科学的にないのを、はい、そのあったらいいなって信じることは僕はあんまりないんですよ。はい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 、逆に、はいはいはい、だけどもしかするとこれ科学的にもあるんじゃないか。僕はもう科学なんてあるわけないじゃん、いやいやって思ってて、であったらいいな、なるといいなって思って、量子力学ってあるじゃないですか、最近流行りの。流行ってるんですか？流行ってないですかね。あれを見れば見るほど、はい、なんか不思議なことがあり得る可能性がある、なるほど、っていうのが あるので、これ現実的な話？現実的に、あ、だから本当にこう透き通る物質が貫通する可能性がある、この鉛筆が手のひらに向かう、やっぱ事故らないじゃん僕じゃどんだけバイク乗ってもっていうのは、こう量子の世界に行けば普通にある、はい、みたいな部分で、不思議なこと、はい、なんか二重なんかソリッド状態、はい、シュレーティンガーの猫みたいな、はい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 、
こう箱の中に猫を入れて、はい、毒ガスを入れる、はい、こう 50% の確率で毒ガスが出るか出ないか、はい、開けないと分からないってやつですね。開けないと分からない。でこの開けると確実に死んじゃうってやつですね。当てた時に死が確定する、はい、なのでその開けるまでは二重の状態が重なり合ってる、はい、っていうのが現実的にはもう意味分かんないじゃないですか。分かんないです。絶対もう毒が出た時点で死んでるし出なきゃ死んでないわけじゃないですか、はい、っていうのがこう現実の世界ではあるけど量子の世界に行くとそういうのが普通にあり得る、はい、みたいなところで引き寄せの法則もそこでこう紐解けるんじゃないかみたいなのがあったりするのででもそうなると、うん、実際的でも実際的で現実的であり、うんうん、ロマンチックでもありそうで逆に僕も、うん、なんか、うん、科学なんてどうでもいいと、うんうんうん、ただ真実ってなるなっていうのは、うんうん、実際的じゃねでもやってることってロマンチックじゃねみたいな。そうなんか深く考えれば考えるほどわからない。そうで、あとなんかよくエニアグラムは、うん、よく選択を間違えるなんて言うじゃないですか、うんうんうん、まさしくそれじゃんと思ったんです、うんうんうん、このテスト自体が結構そんな感じだなと思ったんですよ、うんうん、それはある。だともうどんどん間違ったのを選択して、うん、僕これですって言ってる可能性ってやっぱりあるなって思ったんですよ、うんうんうん、で、うん一番先に話した要はエニアグラムっていうのは欠けてるもの で、うん、でまたそれをどう補ってるかっていうのがタイプですっていう話をしたんですけども、こちらのソニーエニアグラムリーダー研修という、まあ、エニアグラムの方で自分のタイプの 見抜き方っていう、本当はこれもあのテストがあって大まかにテストで自分のタイプをつかもうとかってあるんですけども、結局まあこれも同じ話ですよね、うん、大まかになんて多分、うん、つかめない、正確にはつかめてないんだろうなっていう感覚があって、うん、ここには自分のタイプの見抜き方っていうコーナーもあり、うん、要はワードを言います、うん、ワードを言うのでどれが私らしい私の状態ですかと、うんうん、っていうところで、うん、上げていきたいと思います、うん、なんで順番に言ってきますが、うん、順不動、うんうん、なので、うん、どのタイプ、どのワードがどのタイプかは、うん隠して、うん、隠したつもりで言います。はい、はい、A、うん、私らしい私の状態は、うん、物事に精通している、うん、要はちっちゃい時のことを思い出してくださいね、うん、ちっちゃい時から今までを振り返って、うん、私らしい私の状態ってどんな時ですか、うん、っていうのを想像しながら考えてみてくださいと、うん、A は私らしい私の状態は物事に精通している、うん、B、うん、私らしい私の状態、うん、悠久の時間の中にとどまる、うん、これは、まあ、流れに身を委ね、うん、抗わないっていうことですね、うん、C 私らしい私の状態自己を律することができている、これは高く設定した自己基準に従って自己を律することができているっていうのが C で、 D、うん、私らしい私の状態は唯我が独尊独立独歩、うん、E、うん、私らしい私の状態、うん、はい、これは他者との気持ちの融合ができている、うん、F 私らしい私の状態、うん、多数の承認を得ている、うん、G、うん、私らしい私の状態、うん、ユニークであることに自己陶酔している、うん、H 私らしい私の状態自我自賛して喜びにあふれている、うん、で I私らしい私の状態他者の注目を浴びている、うん、っていう9つです、うん、あなたは A から I のどれでしたかっていう話、うんうん、小さい時から人生を振り返ってみて、うんうんうん、どうでした？唯我独尊、なるほど、か、はい、2番目の B 悠久の時間
ああ、はいはいはい。で、僕はこれで言うと愛なんですね。うん、常に愛。愛は何でした？他者の注目を浴びている。あ、うんうん、っていうと、うん、まあ、答え合わせではいきますと、うん、A、まあ、分かってらっしゃると思いますけどね、うん、エニアグラムのこと、うん、皆さんご存知だと思うので、うん、A は、物事に精通しているっていうのは、うん、タイプ5、うん、B の悠久の時間の中にとどまるっていうのは、うん、タイプ9、うん、で C の自己を律することができているっていうのは、うん、タイプ1、うん、で D の唯我独尊独立独歩は、うん、タイプ8、うん、で E の他者との気持ちの融合ができているっていうのは、うん、タイプ2、うん、で、F の多数の承認を得ているはタイプ6、うん、でユニークであることに陶酔しているっていうのは、タイプ4、うん、で自我自賛して喜びにあふれているのはタイプ7、うん、で他者の注目を浴びているっていうのはタイプ3、うん、で僕これで言うと、うん、タイプ3なんですよ、うんうん、ずっと多分この要はこのタイプ3っていうのは、うん、今の、まあ、全部そうなんですけど、うん、今のままじゃいけないと思ってるんですよね。今の私じゃいけない、うん、から、うん、注目を、うん、要は特別な何かで注目をみたいな、うん、っていうと多分僕根本ってそこだなって思うんですね、うん、要は成功にとらわれてるとか、うん、なんか着飾ってるとか、うん、そういうのは全部要は見た目がどうかっていうのは全部外してくださいそこは、うん、要は後付けなので、うん、と思ってるので、だから見た目をって話ですよね。3的にいくと囚われ、根本的根源的恐れ、はい、が何でしたっけ、自分には価値がない、自分には価値がないと思ってるから価値を一生懸命取り入れようってする根源的欲求ですよね、はい、っていうのを、うん、行動としては、うん、幼稚園からずっとそれをやってるんです、うんうん、行動として、うん、っていうとやっぱり俺3じゃねって思うんですね。で、うん、さっき隊長が言ったのも、うん、要は8だ、うん、優雅独尊、うん、っていうのもある話かなってちょっと思うんですね、うん、8かもしれない、うん、自分が一番価値があると思ってますよ、優雅独尊、はい、うん、まあ自分にとってですけどね、自分にとって、はい、なんだろう、俺が一番偉いからみんなひれ伏せではない。ああ、うん、なるほど。自分にとって自分が一番重要、大切、尊い自分こそ全てって思ってるから人それぞれ、他の人は僕のことを重要だと思ってない可能性は普通にある、はいはいはい、とは思ってる。あ、言うこと聞けとは思わない、言うこと聞けとは思わないけど、自分は自分の中で自分はそこは折らないですよね、いつも、うん、折れないですよね、そこは、うん、自分の中で自分は一番尊いものだと思ってるから誰かの命よりも自分の命だから、前なんか船に乗ってて僕が犠牲になりますとか言ってたじゃないですか、はい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 、はい、だから僕は犠牲にならない、なぜなら僕にとって僕の命は何よりも重たい。あ、おっしゃってましたね。いや、いくら、うん、その可愛い子たちが勢ぞろいでも譲らない、うんうんうん、可愛い子たちよりも僕の命が重要ですから、はい、僕にとっては。なるほど、うん、僕はその辺は結構かっこつけとかはあったりして、うん、じゃあ女性ばっかりだったら僕降りますっていうのをやりますって、うん、まあ、動画でもやりましたもんね、うんうんうん、っていうところでございます、うん、はい。あ、何の動画かっていうと、うんうん、まあ、エニアグラム分かりづらいって話ですよ。分かりづらいですよね、うんうん、もう今前まではなんかこの問題見ても何タイプって分かっちゃうからさって、うんうん、そう、もうそなんかあえて答えちゃうんですよねとかってやってたんですけど、裏を読めば読むほど、はい、なんかこれってもしかして自分がそれを選びに行ってんじゃないかって、だから3も選びに行ってんじゃないか、はい、僕がそう、あ、っていうのももちろんあるし、ただ、うん、行動を振り返ってみる、うん、あ、まあ、でもそのバイアスですよ、
そういうところを引っ張ってくるってのがあるじゃないですか。なるほどね、うん、だからもう分からないっていうのが僕の感覚。ああ、おっしゃる通り、うん、あただまあ、うん、自分の記憶で鮮明に残ってる一番古いのが、うん、その幼稚園時代にいかに自分が目立とうとしてたかっていうところを鮮明に覚えているところを確かに意識的に引っ張ってるのかもしれないですね、うん、僕がだって幼稚園の時に鮮明に覚えてる 3歳ぐらい、はい、もうちょっと上かな、4、5歳、5歳年中3ぐらいの時に、はい、運動会の絵を描いた時に、はい、こう絵を描いてくださいってこう画用紙を渡されるじゃないですか、はい、そうするとみんなこの中にこう輪っか描いたりとか札を描いたりするごちゃごちゃって描くじゃないですか、はい、僕巨大なの描いたんですよ。絵を描いてくださいってバンと渡された時に画用紙1枚に顔だけ描いてみたいな、その画用紙の下に体を突き出してみたいな巨大なのを描いてってなんかね表彰された記憶があるんですよね。ごめんなさい、僕ねそれね同じような記憶なんですけど、うん、同じような記憶なんですけど、うん、一番古いのが年少の記憶なんですけど、うん、絵なんですよ。そう、あの絵で、うん、要は雨の日だった時に、うん、5人ぐらい前に出されて、うん、天気の絵を描きましょうっていう時に、大体その天気予報って傘のマークじゃないですか、うん、だから周りがみんな、うん、天気の日は傘のマークを描くし、うん、晴れの日は太陽のマークを描くんですね、うんうんうん、僕は雨の絵を描きましょうとなった時に、うん、傘と人の絵を描いたんですよ、うん、周りが傘だけの絵を描いている時に人もいるっていう絵を描いて、うん、めちゃめちゃ褒められたんですよ。あ、なんか僕っていう記憶を引っ張り出してきて、うん、要は俺って確かに昔から人と違うことを常にやろうとしてるよね、うん、いや目立とう目立とうっていう行動をずっとしようとしてるんですね、うん、だその辺が、はい、ね、記憶って曖昧じゃないですか、それを言われると、うん、だ僕が古くから残ってるなんか壁画みたいに飾られてたっていう、僕の絵が、はいはいはい、巨大なこう継ぎ足し継ぎ足してどん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 でっかくなってみたいな、はい、でそれをこうひたすらやってるってなんか芸術家っぽいじゃないですか。そうですよね。そう、はい、4とか5みたいな感じ、はいはい、でそれをこうひたすらこう書いてたみたいな、はい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 、で多分それを見てて面白がって先生たちもどんどん画用紙渡してきてみたいな、どんどん大きくなってみたいな、なんか気持ちがそう、それはどう考えてやってたんですか。どう考えてやってたんですかね。確かに、じゃあ僕の今のこの記憶も、うん、その時の行動に今の考えを乗っけてる可能性はありますよね。なんかその君は目立ちたかったんだね今理解なんですけど、印象的なところが記憶に残ってるじゃないですか、はい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 、印象に残ってない行動が多分大多数じゃないですか。なるほど、365日のうちの1日だけを取り上げてるけど、うん、でその他を全部違うってことですもんね。でなんか僕中日新聞かなんかの賞にこう出展されて、はい、なんか金賞かなんか取って名古屋に見に行ったことが、はいはい、あったんですよね、はい、っていうのは覚えてて、ただそれだけなわけじゃないですか。でもその行動に対する思いとかってあるじゃないですか、うんうん、覚えてないんですか。覚えてないです。なんか嫌だったとか、うん、飾られるのは恥ずかしかったとか、飾られてどうだと思ったとか、これが普通だと思いました。僕の感情をぶつけて書いたみたいな、僕が書きたいものを書いて出来上がった。だから4っぽい、今こうエニアグラムを知ってやると4っぽいかなっていう感、はいはい、4っぽい感情感覚、なるほど、うん、自分の内にあるものをこう出したみたいな、はいはいはい、いう感覚ですね。ただその感覚が正しいかどうかは今の僕がそう思ってるだけで、なるほど、当時の僕がそう思ってたかどうかは分かんないですよ。そう言われると問題も、うん、問題も解けない。そうだから僕もだから深く考えれば考えるほど悩みます。まあ、まあ、掴まなくていいって話ですかね。だから逆にだから掴んじゃいけないっていうのがエニアグラムじゃないですか。まあ手放せですからね。手放せ、はい、で3だとすると成功にとらわれるみたいなところじゃないですか。例えば目立ち、それを目立ちたいに変えたら目立ちたいにとらわれてるわけじゃないですか。あ、それは僕今でもあると思います、うん、だから目立ちたいはダメな方向ですよねって。3だとすると YouTube目立つ方向はダメな方向みたいなところじゃないですか。なるほど、 YouTube そう、目立ちたい目立ちたいっていうのに、まあ、3的にいくと、まあ、
です、まあ、3成功に置き換えると成功するために他のものを犠牲にしていくみたいなところじゃないですか、はいはい、人間関係、はい、だから目指したいために誰かを蹴落としたりとかっていうのが平均にできちゃう、そうですね、うん、みたいなのは良くないですよ、目指したい目指したいばっかりじゃないですよみたいな、人間の価値はっていうのを別にそれは律することは別に間違いじゃないですよね、その気持ちを、うん、3じゃない3じゃなかったからといって、うん、目指したいばかりじゃないよ、そういう、あ、そうそうそう、だからみんなでとか逆に3であっても3でなくて も目指したい目指したいっていうのはあんまり良くないよ、良くないよって話ですよねだと全てのとらわれがその話ですよね、そうそう、うん、でその目指したいっていうのが3的に目指したいのか、はい、なんか7的に目指したいのかとか多分いろいろあると思うんですよね、でそれがどれにしてもそんな目指したい目指したいにとらわれてては良くないですよみたいな、本質を見失ってますよって話ですよね、じゃないのかなっていう、うん、それだから3とかっていう数字にこだわっちゃいけない、はいはい、とらわれ全てにとらわれてはいけないって話ですね、うん、だからなんかあったじゃないですか、これは単なる数字だみたいな当たりのいい言葉をつけるじゃないですか、達成する人とか、あ、そうですね、うん、はいはい、でそこにとらわれちゃいけなくてこれは単なる数字だ、そうですね、はい、だけど、まあ、僕たちはその数字にもとらわれちゃいけないんじゃないかな、はいはいはい、本当にとらわれてるものが何かそれを手放していきましょうみたいなのが、ね、はい、うん、気をつけますな感じですかねというところで、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録もこれを見てチャンネル登録持っておこがましいですけどね、うん、まあ、こういう、まあ、哲学に近いんじゃないですか、だからまあみんなで一緒に、うん、あの考えられればと思ってます、うんうんうん、いろんな例題をもらって、あ、そうそう、はい、エニアグラムの人というよりは哲学に近い、まあ、考えていきましょうと思ってます、はい、よく生きるためにと、よく生きるために、はい、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました。